はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日も3本目の UJAM Amber、um、2の動画を皆さんにお届けしたいと思います。今日のテーマは、プレイヤーモードとインストゥルメントモード。ここらの違いがなかなかわかりにくい。そういう方がおられるようです。確かにわかりにくいのはその通りです。ですから、そこらのところをじっくりお話ししていきたいと思います。 まず、ノーマルに VG アンバー2を使うとき、それはどういう風にすればいいんでしょうか。まずは、ここがプレイヤーモード。そして、ここにある和音がですね、C3 より上。僕の場合は C4 あたりにですね、このように配置されています。まあ、これも OK です。こういう風うに和音を並べます。スタジオワンの場合でしたら、これを消してですね、 上にコードトラックがありますのでこれを下に下げますがちょっと工夫なんですけれどもここ6という数字になっていますこの時はだいたい4のところいわゆる2つ下がったところにコードができてきますドラッグします見てください C4 ここを起点にコードが出てくるわけですそうしましてこれで鳴らしますスタイルは まあ適当な自分の好きなスタイルですねそしてこのスタイルフレーズの音程は今「み」の音これを選んでいますここも皆さんのご自由でいいわけです鳴らしてみますこれが「 一番ノーマルな使い方です。でも、U-Jam にはですね、フレーズを MIDI にドラッグドロップできるという機能ができました。ただし、これは初心者の人は特にですけれども、フレーズをどうしてもいじりたい以外は、あまりする必要がないです。でも、どうしてもという時は、どういう風にするかというと、例えば、ここで先頭からですね、 まず c の音を鳴らしてすぐ止めます。はい、鳴らしました。これで c だということは U ージャムアンバーは分かったわけですね。そこで、今のフレーズの上側に点点点点とこうなってるところがあるんですけれども、それをドラッグアンドドロップします。この辺にしてみましょう。はい、こうすると2。小節もしくは3。小節のような。 こういうのが出ますがこれを縮めますはい次いきますはい Am なりました Am なったらこれをここに持ってきますまた縮めますはい F 行きましたはいこのようにします次 Dm7 はい今8小節全部同じようにドラッグアンドドロップで書き出しをしましたそうしましてこの書き出したものにはちゃんとキースイッチも入ってるんですねそこでです今度重要ですこれをインストールメントモードにしてそしてこの12小節から再生をします はいこのようにですねこちらの方に出すことができるわけですただしこれはキースイッチが入っていますですからこれをもしプレイヤーモードにするとちょっと感じが違いますはいこの下の方注目してください。 プレイヤーモードとインストゥルメントモードのキースイッチの位置が違うからですね、これではダメなんですね。ですから必ずこれはインストゥルメントモードにしないといけないわけです。ここまでご理解いただけましたでしょうかそうしましたら、ここで適当な編集も仮に加えたとしまして、そしてこれを ここに持ってきます。今度はインストゥルメントモードこの状態で再生するということですね。そして次なんですけれども途中から感想のようなものが入るとかいうときにアンバーをもう一つトラックを入れておくというのも一つです。特にこのフレーズが重なるときですね。例えば一番最後の C のちゃんちゃ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 をく で、ソロが入る場合、ちゃんちゃんちゃん、ちゃ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 ちんとこういう風に入る場合ですね。4拍目のところから入る。そういう時は分けるしかないです。ここにメロディーをちょっと入れてみましょう。メロディーを入れるのにはトラックを複製しまして。ちょっとこちらを削除します。そうしまして、ここにリフであったり、もしくはソロであったり。 そういうものを入れたいときは今回はインスタコンポーダーを使いますここにメロディーがこのようにありますこのメロディーをドラッグドロップしますここにドラッグと書いてありますこれをここに引っ張ってきますメロディーがここにできましたがちょっと低い領域にありますので C3 よりも上にないといけません これを全て選択しましてそしてオクターブ上げますはいこれで入りましたそうしましてこちらの方はどのように設定するかと言いましたらこのアンバーはプレイヤーモードにしましてそしてここでシングルノートを演奏できるモードになりますですからこのようにすればここからですねメロディーが奏でられるということになります ちょっとやってみましょうはい上のトラックはここはインストゥルメントモードですはいこのようになるわけですもう一度確認しておきますが通常はソロ の場合はこのようにします。ソロといっても和音になっていたらダメというわけではありません。ちょっとこれを消します。もう一度インスタコンポーダーに戻ります。これは今は単音ですけれども、他ではリズム。これでやってみましょう。はい。いいですね。和音のところと、そしてソロの部分が混だったようなものが出ています。もう一回押します。 はい、これもいいですね。はい、これもいいですね。じゃあ、これをドラッグします。ですから、こういう時は、ちゃんと和音が鳴ります。ここからやってみます。この時も、音程を確認してください。C3 以下のところがありますので、オクターブを上げたいと思います。はい、これで大丈夫そうですね。手前から聞いてみましょう。 プレイヤーモードにしましてここここどこを押すかによってですねとっても変わってきますのではい、このように自分の思ったそのままのフレーズを出したい時はここのキースイッチを押しておくということを 忘れないいようにしてくださいもちろんここではっきりとここに入れておくというのもいいでしょうこんなように押してばっかりおられませんので F シャープの0ここですねはいここにキースイッチを入れておくとですね仮に他のところがこういうふうになっていたとしてもですねちゃんと変わってくれますので このようにですね、強制的に F シャープの0これを入れておくと間違いなくソロモードになりますのでここらは気をつけて操作してください今日現代、僕が見る限りですねプレイヤーモードとインストゥルメントモードの切り替えキースイッチというのが見当たらないですのでこのような方法でトラックを2つに分けてやってみましょう今日はご視聴ありがとうございました 村長スタジオでした。